翼を求めろ旅人が踏み分けてく未開の荒野へ新たなる祈りを捧げる。日本か、日本だ精神。皆さんこんにちは、神谷宗平です。本日は今年の6月から8月にかけて全国8カ所で行われます音楽劇君を生きての演出家である望月隆平さんにインタビューをしていきたいと思います。望月さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。今回のですね、はい、この君を生きてという音楽劇なんですけれども、はい、テーマがですね、はい、まあ、戦後70年ということもありまして、うん、シベリア抑留ということを扱っている、はい、まあ、非常に、まあ得意というと変かもしれませんけども、ね、まあ、珍しい、はい、あの舞台になるかとは思うんですが、うこういった舞台をこう作られようと思ったきっかけからまずお聞きしたいんですけれども、はい、僕自身がもともと劇団四季で俳優として12年ほど活動していて、まあ、その後、まあ、演出家としてあの活動していきたいということで、退団後イギリスに1年留学してたんですけれども、その時に、まあ、神谷さんもね、はい、よくお話の中でおっしゃってましたけど、その日本にいる時に分からなかったそのこの国の良さというか、はい、この日本人の素晴らしさみたいなものをやっぱり僕自身も気づきが生まれて、で、まあ、歴史にね、日本の歴史にこう自分も意識がこう傾いていったというか、その中で、まあ特攻隊のこともありますし、また南方の方の激しい戦いのこともありますけれども、シベリア抑留と引き上げっていうのは非常にこう犠牲者も、はい、また引き上げ者も当時、の11人に1人ぐらいの割合で引き上げ者だったと、はい、まあ、海外に、ね、はい、取り残された人たちが数多くいらっしゃって、そういう本当に日本人としてはこう非常に深い因縁がありながらも、ほとんど世の中ではこう取り上げられてないという現実が非常に気にかかったというか、はい、まあ、そこからこうこれをじゃあ舞台にかけてみようかなということで、いろいろ文献を調べていったんですけれども、はい、やっぱり最初は、まあ、僕も自身もあまり知識がない中でこういろいろこう読み解いていったときに、あ、こんなにも過酷なものが、はい、南方は南方で非常に過酷でしたけど、食べ物もない、うん、また寒い、はい、強制労働というもう本当に非常に厳しいね環境の中で、それでもこう生き抜いて帰ってこられた方が我々の祖先にあると、うん、それがこう僕たちの、生きる強さにの源になっているはずなのにもかかわらず、知られていないがために、例えば日本の、まあ、年間の自殺者というのは、まあ、3万人を、推移していると言われてますけれども、はい、実際にはその遺書を残さない不審死と呼ばれる方が数多くいらっしゃって、うん、はい、まあ、70年経って戦争が、ね、ずっと起こってないという本当に豊かな国であるとは言えますけれども、一方で人々の中で、まあ、戦いというか、うん、心の葛藤の中で自ら命を投げ出されるという方が数多くいらっしゃる、うん、この現実はやっぱりこの抑留引き上げという史実をこう生き延びた、この日本人の強さ、たくましさ、そういった生きる力とか、そういったものを、まあ、この作品の中でね、伝えていけたらなというふうに思ってるんですけど、うん、はい、私も今回ですね、はい、公園地の一つに舞鶴市、京都府舞鶴市がありますけれども、はい、実は私生まれがその舞鶴の隣の、ね、はい、高浜というところでして、はいはい、小さい時からこう引き上げ記念館とか行ってたんですけど、うん、行ってはいるもののよくわからないというか、そうですよね、遠い国のね戦争に行った おじいちゃんの世代の人たちが、うん、まあ、なんかこう帰ってきた場所なんだよっていうぐらいにしか印象がなくて、うんうんうん、そうですね、でも大人になってからね、うん、
しびれ抑留っていうのも知りましたけども、うん、実際やっぱりこういった演劇とかで画像を見るまではですね、うん、イメージが湧かないんですよね。そうですよね、うん、ですからやっぱりあのご覧になられた方が、まあ、あのよりこう想像しやすい、はい、また共感しやすい、やっぱり当時のその抑留されてた人たちっていうのもやっぱり今の僕らと同じようにあの家族がいて、はい、愛する人がいて仲間がいて、うん、そんなその僕らと何ら変わりない人たちが同じように、生きることができなかった、はい、あの過酷な環境に置かれたということ、そこがなんかこう僕たちってやっぱりね普通に生活してると今あるものが当たり前って思っちゃいますけれども決してそうではなくてやっぱりそういう人たちが、まあ、先人たちが礎を築いてくれたことによって今の日本の豊かさがあると思うんですよね、うん、だからそのことをねやっぱりこの作品やってて一番自分が忘れちゃいけないなというか、はい、そんな風に、うん、そうですね、今でもねあの総理大臣の靖国参拝とか問題になってたりもしますし、はいはい、あの望月さんもチランとか行かれてますよ ね、 そうですね、はい、あの共通の知人が何人もいてですね、同世代で、うん、みんなねチランに毎年集まって、うんうんうん、先人のね思いを馳せようということで、はい、まあそれ言うとなんかこう右だとか左だとか、ね、そうイデオロギーが出てくるんですけども、うんうん、まあ、戦争って誰しも望んでないじゃないですか、はい、私たちも、はい、あのそんな戦争をねあの、うん、褒め称えようなんていうことは全くないわけ で、ね、でただ事実としてそういうものがあり、うんうん、でまた、その上に我々の今の平和な安定した生活がありということを、はい、まあ、やっぱりしっかり客観的に見てですね、そうですね、そこから自分たちは今何をすべきかということを考えていくきっかけを作ってもらおうということなんですよね、うん、そうですね、うん、やっぱりあの自分のルーツを知る、はい、あの例えば自分のお父さんやお母さんまたおじいちゃんおばあちゃんがどんな人生を生きてきたかってなかなか照れくさくて語られないことではありますけれども、はい、それがこう昔はそれこそあの、3世代で一緒にこう同居して、まあ おじいちゃんおばあちゃんが亡くなっていく様を孫が、見てその命の重みを知るという、うん、そういう文化があったと思うんですけど、はい、それがまあ戦後いろんなね、まあ、それこそ GHQ の政策の中で、家族が、また血脈というか、うん、それがこう分断されていったという、はい、そこをもう一度やっぱり僕たちは取り戻さなければいけないのかなというところも、ね、うん、あるのかなと、はい、そうですよね、まあ、今回はね本当に若者が本当に20代ですよ ね、はい、そうですね、20代の若者が、まあ、実際にそのシベリア抑留を経験すればというような設定だと思うんですけど、ひいおじいちゃんの、はい、体験した抑留生活にこうタイムスリップし て、まあ、ファンタジーですけど、はい、まあ、23歳ですね、はい、23歳の主人公の友樹という青年が、うん、大学卒業してこう就職したんだけども、もう半年で辞めてしまって、はい、なんかこう人間関係もうまくいかないっていう、まあ、よく、まあ、典型的なね、はい、あの若者のこう無気力症候群みたいなところも、まあ、ありまして、うん、まあ、それがこう共感を、ね、得てもらえるようにという設定で考えたんですけれども、はい、僕自身この作品をどういう世代に、ね、見てもらおうかっていうふうにこういろいろ考えた時に、はい、まあ、中学生、はい、高校生、はい、まあ、そういった子たちに見てもらいたいと、うん、小学生ちょっと早いかなと思ってたんですけれども、はい、実際はそんなことなくて結構その DVD を鑑賞された、お子さんとか、はい、あとはその今回の舞台稽古も見に来てくれたあのお子さんがですね、すごい昨日見てくれたあのお子さんがいい感想を残してくれてたんですけれども、はい、うん、戦争ものだから、はい、やっぱり見終わったら重たくなるんじゃないか、うん、まあ、そういう人たちの悲しい気持ちを自分がこうもろに受け止めてしまって、なんかこう見終わった後にすごい悲しい気持ちでずっと過ごさなければいけないのかなと思ったけれども、うん、なんかこう見終わった後に明日から自分も頑張ろうっていうふうに前向きになれた、うん、はい、っていうふうに言ってくれたのがすごく嬉しくて、うん、僕自身もやっぱりこのシベリア抑留と引き上げの悲しい史実を、こんなことがあったんですよっていうそれだけではなくて、まあ、そういう史実を経てやっぱりこう強く、その中にも明るさを見出して生きてきた人たちの、事実を受け止めてほしいっていうことと、はい、まあ、それが、自分たちの中に宿っているんだということを、まあ、若者にね、はい、でこれがだから小学生にそういうことを受け止めてもらえるっていうのが非常に嬉しかったんですよね、うん、はい、
素晴らしいですよね、うん、実は私もあの DVD を、はい、一部いただいて、はい、あれをその僕が世話をしているですね、うん、子供たちの劇団の子に見せたんですよ、はいはい、そしたら一人の中学生の子がすごく気に入ってくれて、うん、はい、自分であれをわざと買って言ってましたね、何回も見てるという、はいはい、見る用と保存用とってなんか言ってましたね。そうなんですよ、だから、うん、ね、さっきおっしゃったように普通戦争ものってなんかちょっと重たくなって考えさせれるんだけど、うんうん、重たくなってもういいやってなりがちなんですけど、そうじゃ、ね、なくてこう見るとね、なんかこう元気が湧いてくるような作品だと、うん、ね、はい、私も思いますんで、ありがとうございます、はい、ぜひあのですね、全国いろんな箇所で行われますんで、この6月のまさしく今日からなんですよね。そうなんですよ、今日が6月、今日初日ですから、はい、ね、初日のお忙しい時にこんなインタビューを撮っていいのかっていう話ですけども、今日6月の26日から8月の30日まで、はい、そうですね、はい、全国津々浦々回りますので、はい、そうですね、で詳細は君を生きてでインターネットで検索するとね、はい、公式ホームページが出てきます。そしてあの私の立場から言いますとですね、7月18日の大阪公演の実行委員を担当しておりますので、ぜひですね、関西周辺の方は7月18日茨城市の立命館大学のホールで行いますので、ぜひ皆さん、大阪公演にも大阪公演にですね、ね、そうですね、力を貸していただきたい、参加をしていただきたいというふうに思っております。はい、今後ですね、望月さんにはですね、はい、スイーターの子どもたちのご指導もお願いしてますので、はい、ぜひあの今回の舞台成功させていただいて、また大阪の方にも、はい、関西の方にもちょくちょく来ていただきたいと思います。はい、今日はお時間いただきましてありがとうございました。ありがとうございます。